かすみたちのバンド一緒に応援していこうね。バンドリサードシングル12月7日発売。家族みんなで聞いてほしいな。ねえ、クイズで遊ぼ。クイズの数は1万問以上。一人でもみんなでもクイズに答える協力プレイ、協力クイズ RPG。 マギメもこれもらえる。バンドリ、いらっしゃいませ。山吹ベーカリーへようこそ。なんてね、山吹さあやです。うちのパンもう食べてくれた？お父さんが焼いたパンめっちゃ美味しいから一度は食べなきゃ損だよ。あ、トナが泣いてる。また純と喧嘩したな。ごめんね、もう行かなきゃ。かすみたちのバンド一緒に応援していこうね。バンドリサードシングル12月7日発売。家族みんなで聞いてほしいな。さあ今回のゲストですけども番組始まった当初、おそらく10年前と、なんかね、覚えてる、あのね、ヒップアタックしてた記憶、覚えてます、あの記憶あるんですよ。シャープ8に出て、今、シャープ248なんです240空いてるんです240空いてる。そんなやついる？いる。この方です。どうも、ケントマイです。10年ぶりです。10年ぶり、ご無沙汰しております。240回ぶりということで、だいぶ空きましたけども、だいぶ空いたね。その分こう貯めてきましたんで、10年年食ったってことだもんね。10年年食いました、はい、全然覚えてねえわ。なんか僕は昨日のことのように覚えてる。あの時は皆さん元気でしたね。今よりは動けてる、はいはい、ということで今年で9回目となるうちさま人間ドック。タバコをやめたから、薬を飲んでいるから、そんな思いとは裏腹に今年も病気大病が続出。ケンコバが壊れ、ケンコバが落胆し、そしてケンコバが孤独、病と家族を背負い大逆転の人間ドキュメント。あんな病気やこんな病気、今年一番の不健康男は内村様セカンド。そうですね、1センチとか毎回見つかってしまって、新しいとか要注意だ、ちょっと場所的に特徴的な胃の所見でして、ニューシングルリン。ついに You は何しに日本へ DVD が出ます。伝説の You たちが蘇る。 This love is one life. ノープランでクレイジーな You たちが大暴れ。行ってこー、行く行く、完全お存在。ダブルダブルファンタジー。絶対かよ。毎年恒例となっています。今年の見どころを発表したいと思います。こちらです。マジかよ。怖いよ。見どころあんだ。見どころ。ワン。とうとう。まるまるしてしまう人が現れるな。え？とうとう？はい。でも入院じゃない。入院じゃないのこれ。いやでも手術3文字っぽいですよ。3文字だね。三丸ね。うん。なんだろうこれ。略できますか。再検査かな。なるほど。再検査か。いきますよ。じゃあ真ん中から。うん。俺これで前一回ガンって言ってた。肺がん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 。がん。点。がん丸してしまう。丸してしまう。
なんだこれ真ん中の運どっち見ますか、うん、こっちしますか、はい、うん、はい、うん、え？なんで？え？なんで？え？なんで？とうとう産んでしまう人がいい。お前一個しかねえだろよ。一個しかねえな。もう死んでしまう人だ。一個しかないですから。なんだよ。産んでしまう人は産んでしまうのはないじゃん。行きますか。はい。いやいや。見どころじゃねえよそれ。どんな見どころなんだよ今年の見どころです。で笑っちゃうっていう、ね、とうとう死んでしまう人がこの中に死んでしまう人出ます。この中に、はい、この中の誰か、この中に死んじゃう、死んじゃう人います。絶対俺だわ。今年も下北沢トモクリニックさん全面協力のもと人間ドックを受診。昨年のあの病気は、おととしのあの病気は、不安とおじさんだらけの人間ドック。さあ、検査結果の発表を進めていきますが、はい、ちなみに今回はですね、私とお三人さんは別日に検査を受けたんですが、皆さん受けた日にたまたまある方とお会いしたんですよね。そう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 、たまたまね。こちらね、六角さんと六角星座そこに通ってるらしいのよ。はい、で検査、プライベートなんですよ。プライベートで、プライベート検査に来てた。プライベート検査に来てたで。俺仕事で会ったことないのにここで初めてよ。初対面がこちら。初対面でね、血液ドロドロらしいですよ。まあでも、あの、残念ながらですね、六角さんの検査結果は今回発表できないということで。それはいかんですよ。プライベートで、プライベートでいらっしゃってる。無事を祈りましょう。そうね、皆さんで六角さんの、ね、無事を祈るということで、はい、よろしいですか。さあ、いよいよ我々の検査結果発表していきますが、今回も福沢先生にお越しくださいました。どうぞ。先生、先生、先生、もう何年経っても綺麗ね。本当に先生、本当に、あの、いつもありがとうございます、ね、先生、やっぱり私は綺麗だと思いますよね。思ってないとしたら、あと感性鈍いですよ。やめなさいよ。ありがとうございます。ちなみに今回も検査結果を A から E の5段階で評価しています。それではいよいよ発表です。まず最初の検査は、はい、まずは聴力検査になります。聴力、はい、まあ、聴力検査、これはね、はい、はい、もう内村さんもう確定してます。老人、老人性の確定。俺だけ途中で耳鼻科に連れてかれた。ひどい、ひどい。俺だけ別メニューあったんだよ。別メニューありくらい、人間ドック中に。ヘッドホンから低音や高音が聞こえたら、その都度手元のボタンを押して反応するこの聴力検査。いや、耳も大事ですもんね。だって、そうですね、そうなんです。毎年、まあ、問題のある方が1名いらっしゃるので、はい、ちょっとそれをめくりフリップにしてみました、はい、こういう先生がフリップにしていただきました。ね、さあ、こういうアナーキー問題になっての聴力検査。さあ、皆さん何だと思いますか。内村さんの左耳はホニャララです。壊滅です。壊滅状態です。その後にただってついてますから、これだから違う人行くんですかね。ただ右耳もじゃないですか。ああ右耳もかなり聞こえなくなり、何々に至っては何々が何々ってしまいました。おちんちんに全く分かんない。おちんちんに至っては、おちんちんに至ってはあれ、麻酔元気が、元気がなくなってしまいました。聴力の検査だろうがよ。どこ調べてたんですか。それを電波に乗せられたら本当恥ずかしいですね。おちんちんに至っては元気がなくなってしまいました。耳関係ねえ。いや、耳から分かることもいろいろある。いろいろあるんですよ。はい、もう開けろ、はい。じゃあまず最初見てみますか。内村さんの部屋に、はい、どうなったのかね。結構長いですから、ね、うん。もはや飾り。もはや飾りに等しいです。見てみましょう。相変わらず低音高音が聞こえにくい状態。はあ、もう変わらないんだ。これはご自身は意識あるんですか。はい、聞こえない。あの検査で全く聞こえないんです。ボタン押さないときは。ボタン押せないんです。聞こえないから。始まってますって聞いちゃう。そう。始まって。空調止めてください。よくないですよね、先生これ。いろいろよくないですよね。はい、まあ。で、クロちゃんと川島の声が聞こえない。高いのと低いのが、そうそうそう、クロちゃんなんかやってよって、はい、やってますけど。
だからか内村さん一回キリンの漫才見て最初は挨拶した方がいいよ名前覚えてもらわなきゃって言ってたんですよ。あの帝王が言ってたんですよ、ね、ですじゃあ、聞こえにくい。ただ、うん、ただ何々も他の箇所ですかね、それとも他人なのか。右耳でしょうね、これはもう絶対右耳。ちょっと俺、うん、怖いんだよ。見てますか、はい、はい、ただ今度は大竹さんあれ、いやいや、なんで俺入ってきたの。内村さんの話だろ俺でやったら危ねえ。聞こえにくくなり、うん、いや、これそれこそこのパターンでいくと三村に至っては、うん、三村に至っては、三浦になれ。いや俺なんかね、今回始まってるって俺もなっちゃったのよいやじゃあそうじゃない、じゃあそうじゃない何回か、ね、じゃあそうじゃない、じゃあ三浦、三浦さんに至っては、やっぱな、至っては、至っては、だもっとひどい状態、もっとひどいね、両耳が腐ってしまいましたその可能性あるの俺両方始まってなかったんだから両耳じゃない、マジでマジで両耳だよ、ね、ここ見てみましょうか、うん、両耳の低音高音が内村さん抜いちゃった、抜いちゃった、聞こえにくくなってしまいました、しまいました、もう機械故障してんじゃないのっていうぐらい何にも押せなかったんだ。お前来年耳鼻科行けよ。お前もうダメだだいぶ歩くんだあそこから。お前もう本当だいぶ歩いていかなきゃ駅越えていかなきゃいけない歩いて、まあ、線路向こう、線路向こう、遠い。今回もあの内村さんだけちょっと耳鼻科の方に行っていただいたんですけれども今そこでまあいわゆる精密検査を受けていただきました。本当だよ。 でも特にあの具体的なこう状態とか問題なく、そこにボックスがあってな、そこに閉じ込められて20分ぐらいずっと聞こえる、聞こえない聞こえてないけど押しちゃおうって言うんじゃないですか内村さんは耳鼻科での精密検査の結果老いが原因だったようです。あと三村さんも近いうちに精密検査を。さあここでご褒美お食事チャンスの毎年恒例病名神経衰弱さあルールの方を説明します。わーじゃないよお前、カードの表にさまざまな病名や検査結果が書かれております。裏にはそれに該当する人の顔が貼ってあり、皆さんには誰の症状かを予想してもらい神経衰弱をしてもらいます同じ顔が揃ったらカード獲得1枚目をめくって自分の予想でない人の顔が出たら次の人に交代、最終的に一番多くのカードを手に入れた人がご褒美料理を獲得できます。よし、うん、というゲームとなります。皆さんも覚えてますよね、1年前にやったんで。覚えてます。じゃあ楽しんでいきましょう、はい、病気を楽しもうさあということで病名神経衰弱のセッティングの方ができましたね、うん、つまりワンペアになるということは少なくとも2つの症状を抱えているという。はあ、そうか、はい、なるほどな。16枚のカードありますので。そんな病気ある。あります。4人合わせて16個の症状が見受けられます。1人4つとは限らないのかな。1人4つとは限らないかもしれないですね。なるほどね。さあじゃあめくってみましょうか。はい、はい、こちらです。おう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 。さあいろいろな読み方もわからないようなものもあります。なんかこれなんだ、休憩室みたいなんぞ憩い室だからね病気ね、ブラとかブラ食道劣行ヘルニアもいますしね。うん、アルツハイマー萎縮ってのはね。アルツハイマー萎縮、うん、あ、症状のことは、後ほど詳しく発表しますね。まずは順番を決めましょうか。病気すぎるよじゃんけんにしますか、はい、じゃあ私も入っていいですか、はい、最初はグー、じゃんけん、ほい。お、最初はグー、じゃんけん、ほい。最初はグー、じゃんけん、ほい。よし、2番だな、俺が。2番内村さん、私、健康は三村さん。あ、そういう順番。違う、そう、俺、ね、負けたけど。今、え、大竹さん、大竹さんが、俺これだな。絶対俺。なんで今順番決めてて、なんで。はい、圧勝したせいで、俺2番ねって急に。俺何番なの。いや、トップバッター。あ、俺1番。今じゃんけん勝ったの。じゃんけん勝ったの。マジで。じゃんけんを忘れちゃうの。ごめんごめん。じゃあもう、じゃあ俺から、俺、じゃあ高校行く。あ、もう時計回りで。ね。はい、行きましょうか。はい。じゃあこれ俺だ。そうですね。お前だよ、これ。俺絶対これだと思う。ちょっと俺ほんとやばいんだって。じゃあまずはめくってみますか。これが人が違うかったらもう交代になる。俺じゃなかったらダメなの、ね、はい。
でも願いの中で俺じゃないであってくれっていうのは、はいはいはい、でも多分大竹さんでしょ、お前だろ、はい、おい大丈夫か、あれアルツハイマーなんですか、アルツハイマー萎縮しちゃってんぞ、なんお前アルツハイマー、アルツハイマー、アルツハイマー、面白い、面白いんだっちゃう、はい、じゃあ次僕ですね、うん、じゃあ自分を当てに行った方がいいですよね、アルツハイマーあるというか、せっかくあるね、自分がありそうなやつね、ありそうなやつ、 G は全然大丈夫やもんな、まあこれ2つあるんでね、あ飲食同盟はありそうです、僕もお酒飲んで、なるほど、こっちの飲食同盟、うん、こちらでいきます、はい、めくります、はい、あえ俺大竹さんでした、復活しちゃったよ、復活しちゃったよ俺始まっちまったよ、もう宇宙さん有利というか、いやもう2つ分かってますから、ね、2つ出てるから行きやすいです、ね、次三村だよね、いやもう交代回り、こうなりました、軽いアルツハイマーみんな出てますね、あれがケンコバだったら来れるんだよな、そうそうか、これがケンコバだったらワンペア俺取れるってことですね、行ってみっか、はい、はい、ケンコバ、はい、おじさん出てきた、三村さん出てきた、三村さん、うわそれぞれサマーズ、サマーズ家食堂園の2人です、どうも家です食堂園です笑えるかいいですね病院の慰問漫才とか、慰問漫才、家食堂園のお二人です、絶対俺っていうのなんかね、これは違う気がするんだ、これが、うん、今年俺直近してない気がするんだけど、うん、酒飲んでますもんね、もうその日か、これ切ってんのか切ってないのかね、なんかちょっとね、切ってなくてもあるんだったら、そうそうそう、俺っぽいなこれ、じゃあまずこれ、ここ、あそれいっちゃう、これはまず、あそっか、そうだよ、分かってんの、大腸ポリープでいいですか、あの神経衰弱だから知ってる全員これじゃねえの萎縮してる脳が、これ全員ですよ、本当にこれ三村、三村大腸ポリープ1位、ドン、はい、内村さん、内村さんだ、俺東京ゼロ三の人だ豊本だよ、豊本ね、豊本だよ、ミスモンゴルの旦那内村さん、俺初めて、いやとうとう来ましたか、大腸初めて、俺我々は去年切りましたけど、これ怖い、まうわそれぞれみんな違う人出てきた、細かなことはちょっと先生に聞きますんで、はいはい、不安でしょうか、ゲームを続けてください当たらねえな、いやもう全員からは全員1個ずつ出たんじゃない、1個ずつ出たからどれかをやって、アルツハイマーじゃなければペアになるわけですもう誰もノーヒントだ、ノーヒント、それノーヒント、全員出ました、この滑り症が一番嫌だよね、滑り症、平安でしたね、滑り症持ってたらな、はい、何やってもダメでしょ、肺年齢かな俺、なんかヤバそう、あ毎年ちょっとヤバい、うん、肺年齢95歳、95歳で自分結構長寿、僕大竹です、はい、え内村さんタバコやめたのに、タバコやめたのに、ちょっと意味わかんないよこれ、じゃあ当たりじゃないのこれで、俺って言ったからダメなんだね、あーなるほど、そういうことですね、これも誰が取れるわな、じゃあ僕、うん、もう取れるね、絶対自分アルツハイマーだから取れないの忘れちゃったかもしれない、絶対自分のありました、これだけはあった、おうおう、これですね、やっぱ中性脂肪、この中で太っても僕だけですから、なるほど、はい、これは私です、中性脂肪334、えこんなにいってんすか、え基準値すごいぞ、基準値の倍以上いってる、基準値の低い人の10倍、うわそれもう間違いねえ、ケンコバだろ、間違いねえ、いやこれ俺しかいないですよ、ね、めくってめくって、はい、小林です、出た、当たった、はい、当たった、でやった拍手おめでとうじゃねえと、やったな、2個あったんだから、いやでもいや続けられるの、健康も、そうですよね、じゃあこの2枚いただいて、これはチャンスだよね、チャンス、みんなの全員の顔で、俺もだって出ちゃったから、そうですよね、あそうか、内村さん取っていいんだ、自分じゃない人でも天童小林以外、あそうか、アテナダメですね、まず、うん、あれさすがアルツハイマー、始まってます、もう始まって、始まって、始まって、始まってますね、萎縮が始まってますね、あれルールなんですか、当てたらダメだよ、当てていいんだよ、いいんだよ、だから取れるよ、でもさっき当てなめくれないですもんね、だから当てられるけどね
もう当てられるけど。当てられるけど。何かを。いやいやいや、一応いいよ。何かを。もうしょうがない。お前、そういう病気だし、病気だから。しょうがない。病気だからしょうがない。いや、違いますよ。3人が間違ってますよ。なんでよ。なんでよ。3人が間違ってますよ。いやいや、間違ってないよ、ね。判明してる。3人が間違ってますよ。判明してるの取れるもんな。いや、判明してるのめくっても、だって仕方ないじゃないですか。なんでそれがだって、神経衰弱だから。えあれ俺間違えてます何か忘れてんだと思うよ。いやだってどんどん新しいのをめくっていかなければ、うん、当てれなくなるわけ。いやいやいや、古いのいや古いのどうして、取っていっていいのよ。神経衰弱、神経衰弱だから、だからずっとやるやついいじゃん。全部取っちゃうやつ、うん、まあまあ、あ、いやいや、あ、そうか。あ俺こいつこんなやつだったか。気がついた。もうこんなキャラクターじゃなかったじゃないか。出ました出ました出た出た出たの大腸ポリープです。はい、内村さん、内村さん、はい、出た。大腸ポリープショックだわ。ショック、これ辛いですね。ちゃんと聞いたんですね。肺年齢95歳、はい、内村さん、はい、そうそうそう、これを言ってそれを言ってこれを言ってこれ言ってこれを言って、次からは違うやつあげる。そうそう、次からはやばい新種だね。もうこれ言ってみます。アレルギー総量。お、すげえ。思い当たる。170が正常で2,170。10倍どころじゃないですよ。だ相当すごいよ。いろんなものがダメってこと。これ大竹さん。なるほど。うん、もうそうなったら俺もう本当も何にもできない。もうどこも行けねえし何にも食えねえ。いやー。うれ。俺何事もなく暮らしてましたけどね。ああもう、はいはい、三村。お、あら、はい、三村。ああ、はい、これはね、はいはい、これはもう確認、これは来ました。この後ですわね。欠席内村。あ、出た、自信満々。欠席内村。あれ、三村さん、嘘。そえ、マジで俺、いな、俺欠席、俺欠席ないの、マジでできてんだ、新たに。マジで俺ないの、嬉しい。人欠席。すっげえ嬉しい俺。当てられるか。ほとんど三村さんじゃないですか。じゃあでも俺この休憩室みたいなこれ何なんでしょうね。憩室、これ何だ、憩いの部屋なんだ。これ憩いの部屋いいんじゃないですか。これはいいんじゃない、これ憩いの部屋。体にこんな部屋持ってるっていうの。ちょいこの休憩室は三村。おお、ね、で欠席が三村。やったやったやった休憩室。三村も4つです。もう4つですよね。俺よくわかんないのがいっぱいあるんだよ。でも結構怖めのやつがあるからな。この滑り症をこれね、大竹としてみようかな。腰のなんか変形、怖いね、これはやばいよね。手術レベルか。変性滑り症、これが大竹さんです。滑り症大竹さん。滑り症、うわ、とうとう滑り症出ましたか。やった、もう滑り症で、現職の応援大竹さん。はいはいはい、マジでまだいけますよ。いけるぞこれ。一人勝ちじゃないよこれ、このままね。怖い。ただね、なくなったね。あと難しいんだよな。ブラってなんかわかんないですね。ねブラついてんだ体に。ね、うえ、全然わかんねえや。右肺線部のブラ。肝脳胞健康場。はい、いくよ。肝。ああ、すごい。肝脳胞、肝脳胞、肝脳胞健康場。軽度内自覚健康場。軽度内自覚健康場。字だね。やばい。マジっすか。やばいやばい。これやばい。これやばい。俺字だけは大丈夫だと思ってる、うん。なんかすごいの出たな。うん、あと重いのが4つあるよね。こブラ、これ内村さんで言ってみようかな、うん、ブラ内村さん。おお、えっ、結構だ。俺もう一個あるんだ。ブラ、ね、もう一個あるんだ絶対。内村さんっぽいのは両側大脳白質のカレー。俺っぽいか。カレーか。カレー、いやこれすごい、これ結構怖いですね。怖いよね、これ怖い。これ内村さん。うわー、うわー、ゲットゲット、うん、ゲットじゃねえよ。ってことはもうこの2つ誰かなんだな。三村さんですよ、これもう三村さん取れますから。ゲット。でもこれ当てられなかったら取れないの。これ誰っていう。当てられなかったら取れないんだ。そうか。じゃあ大竹さんでいこう。うん、大竹さん。ええー
外しちゃった外しちゃった外しちゃった。これじゃあ俺は自分的にね、うん、じゃあ食道レコヘルニア健康なんだって。これ結構悪いっすね。萎縮性胃炎すげえ枚数だね。それでは1番カードを獲得した三村さんに松茸入りお吸い物のご褒美です。うわうまそう。野菜食わなきゃね。僕松茸好きなんですよ。いただきます。うまそう。嫌いではない。美味しそうですね。これはこれ美味しいでしょ。美味しいですし健康面先生から見てどうですか。すごく美味しい。非常に野菜ばかりでバランスがいい。どう何味。非常に野菜ばかり。あのね松茸のあのお吸い物みたいな あの感じすごい美味しい。松茸のお吸い物ですもんねこれ。あの感じ。そうだよ。そうだよ。これ松茸のお吸い物ですよね、うん、香りがすごく良くてね、うん、松茸のお吸い物の香りがします。それ松茸のお吸い物なんですよ。おじさんだらけ病気だらけの人間ドック2016まだまだ続きます。さまさま最新 DVD& ブルーレイが発売決定。サマーズらしさがギュギュッと詰まったトークやマルチ企画をたっぷり収録。特典映像ではさまさま野外ライブの模様、さらにブルーレイ限定特典ではスタッフの家でホームパーティーを開催。これって本当に特典映像なんですか。好評発売中。皆さんの心がときめくような情報満載です。走る走る俺たち流れる昼キュンご期待ください。ヤクミツルです。私の薄かった髪はスベンソンで変わりました。風に吹かれても水に濡れても髪は大丈夫。スベンソン私の増毛生活はウェブで知らんわ損スベンソン。次回後半戦さらなる検査結果に驚くもの喜ぶものカミングアウトするものそして爆笑するものお楽しみに。内村サマーズ最新 DVD 好評発売中。今回もおじさんたちが頑張ってゆるい笑いをお届けいたします。もしよろしければお買い求めを。お母さんどうですか。モノホンの美女。美女ですね。モノホンのさチーム分けがこうなりましたけども、平たく普通3人で馬だね。2人ずつしかいないので、君たち勝手に騒いでは困るよ。1周年新システム追加。しかも大学選抜チームまで用意するなんて反則だ。ガールズ&パンツァー戦車道大作戦早めに申し出るように。オラッタ思いは父から娘そして仲間へとつながっていく思いをつなぐ RPG 戦国アスカゼロこれもらえるのか。セラの魔法ブルーレイ &DVD 第1巻12月21日発売です。物質でみんなで見ようっと。はあ、お菓子も用意した方がいいかな。これからアイドルの寝起きを見たいと思います。足が見えてますね。このアイドルは誰。一瞬もしてません。現場からは以上です。デレステでレッツリズム。バンダイナムコ。ウホホオンラインネットでクレーンゲームしよう。今なら無料ユーザー登録で5000ポイントがもらえちゃう。有名アニメの限定コラボ景品も続々登場。ウホホオンライン。二度とそんなこと口にしない。それは辛く苦しいことだから。でも
劇場版カンコレ11月26日末秒。ここで君の想像は想像となる。